どうも、お疲れ様です。今回のまひめ大学の特別講義ですけども、企業の初期ほどね、高額商品が必要だよっていうテーマで、ナミさんの方にお話しいただきました。まあ、私もね、似たような形のお話をすることがあるんですけども、別のアプローチで言うならば、商品は3種類用意しておいてほしいなというところがあります。それはですね、小畜売って昔から言われますけども、お寿司でもあるでしょう。波、上、特上みたいな感じでね。で、波を 食べる方ってのはいつかは特上食べたいなと思うんで食べてる最中にもアップセルが完了してる状態なんですよでも波しかなければそこで満足度ってのは終わりで飽きてしまうと他の店に行ってしまうんですよねですんで顧客が流れやすいっていうところがありますでそうなってくると高額商品高額商品のバランスっていうのは非常に大事になってきて実はね小畜売、大中小ってやった場合には中を売るために小があり 中を売るために台があるっていう考え方なんですよ。小竹梅を3段階に分けるとすると、真ん中を売るために、その上と下で商品を挟むって感じなんですよね。実はですね、売上構成比って言うんですけども、大体中が売れます。7割から8割ぐらいは中が売れるんですよ。で、残りの1割から1割5分が特上と波が売れるっていう、こういうふうなバランスなんですよね。しかしですね、商品群がプライス3本。 大体3つぐらいのフェーズでなければこれね中が売れにくい結局商品が売れにくいっていうことがもうデータ統計で出てるんですよね、まあ、ですので常々思いますけどもやっぱり商品っていうのは3種類3段階用意しておくのがいいんじゃないかなっていうところですね、まあ、これは私がねサラリーマン時代にあの商売を学んでいてもよく聞きましたしそれから奨学っていうのはね奨学っていうのは商売の学問なんですけども大学で学んだ時もやっぱりね昔から同じように言われてたんですよ で、その代表格が小畜売という言い方らしいですよね。だからネットビジネスでスタートするときでも、やっぱりね、無料とか数千円の商品、無料数千円あたりのもう無理なく買える商品っていうのがね、ありますよね。で、買って間違った商品を買ってしまっても、諦めが簡単につくやつ。まあそういうふうな定額商品、無料になってる商品とかね、無料同然の商品っていうのを一つ用意しておくってことがあります。で、この商品が作れないとか売れないってことになると、もうビジネス先がないんですよ。 で中級クラスの商品というのがありますよねこれはだから数万円ぐらいの商品ですかうんあの一発で払う分には、うんちょっと勇気がいるなだけどもその数万円で生活が大きく変わるほどではないよっていうふうな商品ですよねでその商品っていうのは実はね3万なら3万で買った商品の満足度が高ければもうそれでアップセル完了なんですよまたですね3万円で買った商品だったんだけども買って損したなと思ったら今度はねそれ以上の商品が売れないんですよ これが商売人としてのメリットになりますなぜかっていうとねいきなり高額商品例えば30万とか50万の商品を買ってなんだこれっていう風になるとクレームになるんですよところがですねその中クラスの3万円前後5万円前後の商品が挟まっていることによって顧客心理としてはまずはこれを買って試してみようってなるんですよねで満足度が高ければ30万50万の商品もこれはねクレームなく買ってくれるんですよでも3万5万の商品で満足度があまりなければ これ高額商品を買おうと思わないから今度30万50万いきなり買って「えいや」って買ってね「なんだよこれ」みたいなクレームを避けることができるんですよねですんで安全に顧客としても満足度が高い状態で高額商品を買ってもらうためにはやっぱり中級商品っていうのが肝になってくるわけですよねそういった意味で第一中小っていう3段階を設けておくとまず対外の人が中級の商品を買ってそして上級の商品を買うかどうかってことを考えていただけるってことがあります まあ稀にですねあの無料のものとか無料同然のものを買って強い信頼を持って高額商品に一気に飛ぶってこともありますけどもそれは本当たまたまあそういう方もいるかなっていうところですよね、まあ、そういう方っていうのはやっぱりこう商品の価値を、ね、感じ取りやすい方なんで全てのものを肯定的に捉える前向きな方と言ってもいいかもしれませんもしくは同じ情報から10も20も100も200も価値を取り出せる優秀な方受信力の高い方でしょうね 逆に受信力の低い方っていうのはこれも少数派なんですけどもどんなに価値の高い商品を受け取ってもそこから価値が取り出せないすごく何に関しても否定的な方っていうのもいますね、まあ、ちょっと例外的な話もしましたけども話を戻すとやっぱり商品っていうのは最初から第一受賞っていう用意してそれぞれの価格設定を最初に決めておくとで極端な話内容が決まってなくても ううちには商品がこうありますすよよいいいくくくらららでっていうふうに打ち出すところからさあ今日から私のお店オープンですってやってもいいぐらいなんですよつまり商品の中身が決まっていなくてもとりあえず注文が取れる状態にしておくってことなんですよねそして問い合わせがあったらその問い合わせに応じて商品の中身を少しずつ構築していくという形でも大丈夫ですなぜならネットビジネスで扱う商品は情報だからなんですよ情報なんでねいくらでも再構築ができるんですよね これは、ね、別にねインチキの話を進めてるわけではなくてまずは注文を取った後に注文してくださった方のニーズに合わせた商品と価格を決めるっていう方法の方がお互いに確実なんですよでも商品をカチッと作ってそこに価格をバシッと自分で決めてそれからセールスを始めると自分の感じている価値とお客様の感じている価値が違うことになるんですよそういうことが多くなってくるんですよねその時はもう修正でできなないいじゃないですかだかだら やっぱりお客様の声を聞きながら時にはアンケートを取りながらそして無料の商品をたくさん出しながら反応を持ってその中でニーズの高い商品と高い価値を感じていただける商品っていうのをだん,だん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 作っていくっていう形になるんですよねいずれにしても商品を大中小と設定したところで最初っから売れません売れるとしても無料とか無料同然の商品になってきますのでそれが全てマーケティングになっていくっていう形なんですよ 無料の商品のどんなものが自分の発信では売れやすいのかな集客しやすいのかなっていう反応を見ることによって徐々に中級の商品や上級の商品を再構築していく形の方が確実ではないかなと思いますねだから一言言うと走りながらやりましょうってことになりますはいじゃあ今回は以上ですお疲れ様です